西洋西洋は東洋の対概念。歴史的にはユーラシア大陸の西端と東端に数千年にわたる二つの文化圏が存在し、現代日本語では二つの文化圏を西洋と東洋という概念で表現する。一方、中国では歴史学の東西比較研究がテーマとなる場合、西洋と東洋という表現の代わりに西方と東方と表現する。日本語では 洋画、西洋の略として使われており、明治頃には、洋式、洋風とは、西洋の方式及び西洋風を意味し、洋画、洋風建築、洋式トイレ、バイオを設置、洋服、洋傘、洋食、洋楽などの語句が広く使われるようになった。中国語圏でも ZH、洋服、ZH、洋、ZH、洋酒などように、 西洋の意味を持たせている熟語もあるが、日本語の様式にあたる中国語は正式である。ウィクショナリーの中国語版を参照、ZH、ウィクト、洋。三回予知全図小東洋、小西広大東洋、大西洋の記述が見られる。今夜万国全図は、詳しい中国語の地図で、かが振られている。17世紀の中国には、東洋列国、 西洋列国という表現が存在した。しかし、単に東洋と西洋という場合は海域を東西に分けた、故障に過ぎない。坪井久美蔵や高久は小牧基地の研究によると、東洋や西洋の表現はもともと中国人の考えた四海の一つである南海の航路及びその航路上に存在する諸国を、泉州あるいは甲州を通過する南北四五線によって分けたものである。 14世紀半ばの中国の文献には、ブルネイ島を東洋、インドシナ半島からインドへかけてお西洋と記述していた。長唱は1616 16年の東西洋行で、文来即バーラ国、東洋人所、西洋所直なりと記し、バーラ国つまり、1602年のイタリア人のイエズス会誌、マテオリッチの世界地図、コミヨバン国全図は、 世界の地理名称をすべて漢語に翻訳したものであるが、この地図では、インドの西海岸に小西洋という記述があり、ポルトガルの最海上に大西洋という記述がある。なお、現代中国では、東洋は東、アジアを意味する場合もあるが、主に日本を指す。海域の古生マテオリッチの世界地図、今夜万国禅図は17世紀初めに日本に伝来し、この 今夜番国全図を参考に、日本国内でも多くの世界地図が作成された。しかし、日本で作成された、世界地図では海域を示す、東洋、西洋が抜け落ちており、日本では17世紀末まで、東洋や西洋のように、世界地図の海域に名前をつけるというものの、考え方は生まれなかったと言われる。1698年頃に書かれた、渋川春海の、 世界図では、インド洋には、小西広市、ポルトガル沖には、大西洋と記されており、これ以後は、東洋や西洋の海域故障が多くの世界地図で使われ始めた。幕末になると、パシフィックオーシャンとアトランチックオーシャンという英語表現が、幕末に日本に入ってきた。もともと海域を示す言葉だった東洋と西洋のうち、大東洋や小東洋という呼称は、幕末以降には、 太平洋となり、世界地図の上から消滅した。また、小西洋は、インド洋と古称が変わり大西洋だけが残された。文化の概念一方で、江戸時代には、海域の古庄を除いて、東洋はほとんど用いられなかったのに対し、ヨーロッパの地理や文化を紹介する出版物に西洋を使ったものが見られた。1715年の荒井白石の西洋気分は、 西洋という言葉を実体概念として初めて使った書物と言われる。1801年には山村才介が西洋雑記をまとめヨーロッパの歴史などについて述べている。また、1808年には佐藤信弘がヨーロッパの歴史を序述して西洋列国史略が出版された。明治以降、東洋、西洋という対概念は海域ではなく、 陸域を示す言葉にも転用されるようになった。これは単に地理的な意味での陸域故障ではなく、政治、経済、歴史、科学技術、文化、社会といった人間の活動全体を総称した文化概念として使われるようになった。また、東洋の概念も江戸時代にはあった文化的な実体概念としての西洋の補完概念として生まれたと言われる。明治維新後は、脱は、 欧米化の動き中で、1894年には中道代が中東学校の外国史を西洋史と東洋史に分けて教授することを提唱するなど、日本における歴史研究では東洋史、西洋史、国史の3分野に分けるシステムが用いられるようになった。欧米では東西の世界にそれぞれオリエントトークシデントの表現を用いることがある。 オリエントとオクシデントはヨーロッパで東洋と西洋は日本で形成され本来は全く関係ない独立した思考概念であるが西洋はオクシデントに相当することして捉えられているただしヨーロッパではイースとオリエント、アジアといった概念がヨーロッパ以外のものに対する概念として形成されたためその内容は本来的に千差万別で国や 何に焦点を当てた議論かによって一律ではない。エドワード・サイードは1978年に著書オリエンタリズムを発表。サイードらの研究によってオリエンタリズムが別種的なイメージとして批判されると西洋の背景主義、利益優先的な考え方をオクシデンタリズムとする解釈も現れた。ただしサイードがオリエンタリズムで取り上げているのは 中近東のイスラム世界であり中国や日本は入っていない。またサイードはオリエントトークシデントのいずれの故障も否定している。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 佐藤正幸明治初期の英語導入に伴う日本語概念表記の変容に関する研究山梨県立大学 2020年1月18日閲覧。コットーバンク、ヨーハットウェブリオ、ヨーハットコットーバンク、西洋ハットコットーバンクブリタニカ国際大百科、辞典、東洋ハットコットーバンク世界大百科辞典、東洋エドワードサイード、オリエンタリズム今沢の子役、平凡社、平凡社ライブラリー、1993年306ページなど、ありがとうございます。